今年猛暑続きだったんだけれどもね、結構ねこのトウモロコシね、後ろいっぱいあるじゃん、結構いい出来なんだよね。うん、でこのトウモロコシについてね、ちょっとまあ俺のトウモロコシじゃないんだけどもね、知り合いのねトウモロコシなんだけども、これについてちょっとお話ししたいことがねあるんだけれども、トウモロコシこのここまではね結構順調にはいくのよ、みんな。で実がついてくると実がね食べられるわけさ。まあ例えばアナグマ、タヌキ、猿、クマってね、ここいっぱいいるんだよ。それら全部いるから、まあ、こうやってネット張ったり、ここ狼のおしっこ、この匂いで寄せ付けないっていう対策をしてるのね、この地主さんがね、この持ってる人たちがやってるんだけれども、でプラス害虫にも問題があって、害獣はまあとりあえずねもうネットかけるとかなんかいろいろするしかないし、音出して追い払うくらいなんだけども、害虫で一つお伝えしたいことはあるんだけども、それはね泡の名画っていう画なのね、画。その画の侵入経路を知ってれば対策できるし、今家庭菜園でもみんなね結構やってるんで、ああみんな勉強してるんだなと思って感心してるんだけども、まあ俺はトウモロコシあんまやんねえからあれなんだけども、泡の名画っていう画が実を食べるのね、食害するわけだ。まだこれから下の方に雌花がついてきて、まあちょっと水不足かな。で あそこ遠いんだけど、ちょっとサッカーって入れないんだけどもね、ヒゲが出てきて、あれヒゲが茶色くなったら収穫するんだけども、そうすると中で害虫がね、イモムシが食べてることがあるわけさ。で、まあ、絵をかければまあとりあえず防げるのかもしれないんだけども、その泡の名画を防ぐ方法としては、この雄花を切ってしまう、ね、今出てるこの上が雄花で、下の食べるとこ雌花なんだけれども、ね、雄花を切ってしまうのさ。泡の名画は雄花の方について卵を産んで、イモムシが雄花を食べながら芯を通っていって実の方に行くのね。そういう進み方をするの。だからこの雄花を切ってしまう、今花粉飛ばしてる最中なんだけども、聞いた人によれば、話によれば10本に1本とか5本に1本とかを切ってしまっても、だからその残しておいて、5本に1本とか10本に1本とかを残しておいて、あと全部切ってしまうっていう人もいるぐらいなのね。その分の花粉だけで受粉させるっていう方法を取る人もいるわけさ、ね、まあそれだと受粉不良にね、受粉が足りなくて実がつかないなんてこともあるんじゃねえかなって。俺怖いから、俺がやるんだったらある程度花粉が飛んでしまった後は切って、雄花を取ってしまって雌花の方に集中してもらおうと、トウモロコシにねっていう感じでやるのね。だからその泡の名画っていうものが雄花につくとね、今こっち倒れてきてるからちょうどやりやすいんだけど、この雄花ここら辺どこなのかな、ここなのかここなのかわかんないけど、ついてこの茎の中を通っていって、そこね見えてるかな、ね、これが雌花なんだけど、その雌花のところで実を食べてしまって食害になるっていうことがあるのね。だからそこを防ぐためには雄花を除去する、だから役目を終えたら切るっていうこと、ね、それはいいじゃん、それは簡単にできるじゃん、ね、だから役目を終えたらトウモロコシ上の方の雄花さん、花粉を飛ばすだけのところは切ってしまうと、ここでチョキンと切ってしまう、であとは熟すのを待つっていうやり方ね。これも結構ね、その泡の名画の対策も結構大変でさ、結構食われてさ、であまりにも食われればね、やっぱり出荷もできないし、かといってこの段階でね10本に1本残して、あとは、ね、10本の9本で5本中の4本ね切ってしまうと、うん、切るのはいいんだけど、それでね受粉不良で当熟しない、熟さないというか実が入らないってなると、それはそれで商品にならないし、家庭菜園としてもがっかりなんで、まあ俺としては花粉飛ばし終わって、役目終えたら雄花でいいね、うん、上についてるところを、先の喋ったところをチョキンと切ってしまうっていうのがもう手なんじゃないかなと。で切ったら大体さ、中を取っていくわけだから、茎の方をね、その茎のところを見れば、あこいつ泡の芽が入ってるって分かれば、その部分まで切ってって見つけて潰してもいいわけだ。そういう方法も取れるんで、とりあえず花粉飛ばす時期が終わったら、見極めたら終わったら、雄花てっぺんの花を切ってしまうっていう作業を一手間だけどもやるっていうこと。まあこのくらいの面積だったらやってできないことはないし、ね、だけども例えばここの畑全面的にトウモロコシやるような、青森県でいうとだけっていうさ、
だけ君っていうブランドがあるんだけども、そこみたいなとこだったら捨てたことやってらんねえじゃってなるからあれだけども、家庭菜園とかこの程度の面積一旦もないかな、うん、1000平米もないビョンね、そのくらいの面積であればハサミでチョキチョキ切っててもいいしね、うん、その一手間だけでも結構その泡の名画の害虫対策っていうのはできると思うんで、もし参考になったらやってみてもらいたいなと思います、うん、まああと、まあ、最初喋ったけどもこのクマとかクマ来ちゃえばこんな柵簡単にベリッと壊してしまうんで、で全部食っちゃうんであいつらすごいんで、俺も昔200本ぐらいトモロコシ試しにねつけたことあるんだけれども、200本全部食われましたタヌキだのそういうの対策はしてたんだけども、クマねもうちょっとで収穫ってとこで食われてさもうどうしようもなんないよね、やっぱさクマにはかなわない。だからクマのが出るようなところ本当はこういうところではやらないっていうのがね一つ一番大事かなっては思うんで、だけどもまあとりあえずこの地主さんがやりたいって言うから柵つけて、この狼のおしっこもう少ししたらやってってなんとかものにしたいな、してあげたいなと思いますが、今年の猛暑と雨不足水不足で結構やっぱ苦しくなってくるかなっていう感じですね。いいところはいいんだけどもね、うん、やっぱ雨降ってもらわないと困りますね。ということで今回トウモロコシの害獣と害虫の話でした。参考になったらまあとりあえず取り入れてやってみてほしいなと思います。